マサマさん、はい、何ですか。ドラマやアニメを勧められた時、何話までの作品だったら視聴しようと思いますか。そうそう、昔はねテレビだけの時はね、学校の話についていけないから、やっぱりこうそのドラマ面白いと思うから見るんじゃなくて、見た後にその人とあのドラマについてっていう会話をしたいから見るわけじゃん、それね。例えばさ、3ヶ月に1回ぐらいしか会わない人に、いやこのねアニメとかドラマ面白いんだよ、ちょっと見てみてよって言われてもさ、確かに面白いのかもしれないけど、見た後にこのドラマについてその人とじゃあ毎日会ってたら見るかもしれないけど、こう見て面白い、あ面白かった、終わりみたいな感じになっちゃうじゃん。だから今さ、自分が見たいものを見るみたいな感じになってるじゃん。だって YouTube もそうでしょ、あのショートとかもそうでしょ。だって見たくなかったらもうすぐこれそうやってして流せばいいんだからさ、これね、見たいやつだけなんか見るみたいな。世の中が 見て面白いって言っても、決して自分が求めてなかったら別にそんなに見ようと思わないというか。ちょっと最近流行りに対して足重な井上雅弘でした。以上です。